今日はね、私の乗ってるバイクの、ツーリング道具ですね、キャンプツーリングギアをちょっとご紹介していきたいなと思います。で、前回紹介したこちらですね、防水バッグ上につけてます。で、まずこれを取ってね、中身をご紹介していきたいなと思うんですが、こちらのね、RV ボックスですね、こちら私の乗ってる、オフロードバイクの お尻にですね、これがくっついてるんですけど、とりあえず僕の乗ってるバイクをちょっと紹介したいと思います。どうぞ。はい、こんな感じでね、RV ボックス、ホームセンバーをね、くっついております。はい、こんな感じですね。はい、でこれがですね、この私の乗ってるこのバイクの純正のこのキャリアなんですけども、これだとちょっと小さいので、このね、本線箱を、取り付けるのにグラグラなんで、ここに見ると分かるんですけども、これがですね、私がこの自作で付けたキャリアですね。はい、だから本来のキャリアの上にキャリアを付けてるようなイメージです。その上にね、この本線箱を付けてると、このね、こちら見て分かるように、金具でボックスごと止めてますね。あんな感じでね、バイクに、これがくっついてます。まあバイクとね、同型の同じ、全く同じこのボックスを使ってですね、まあ室内ですけど、ご紹介していきたいなと思います。まずこの防水バッグの中にね、入っているものがガソリンですね、予備のガソリン1リッターですね。であとは、グランドシートですね。であとバイクなんでカッパをね、上下用意してます。であとこれがテントの、はい、こちら DD タープの44ですね。まあ、こちらを、まあ、最近買ったんですけども、テント、はい、でテントをソロティピー、バンドックのソロティピーをワンポールのテントをまあ持ってはいるんですけども、まあ、こっちの方がね、よりコンパクトで済むのかなと思って、まあ多分こちらをメインに使っているのかなと思います。はい、まあ、これを入れてる状態でまだ20リッターのこのオーシャンパック余裕があるんで、まあ、その余裕があるところに、まあ、衣類とか自分のちょっとした衣類とか、あと食材をちょっと詰めればいいかなと思ってます。ではね、こちらのメインボックスを紹介していきたいなと思います。それではね、この中のものを一つずつちょっとね、出していきたいなと思います。まずこれ、これはね、テントの下、グランドシートの上とかにちょっと1枚引くやつですね、米軍のポンチョ、ライナーっていうのかな、はい、これがまず1つと、あとこれ次はモバイルバッテリーだな。私、撮るのがね、iPhone なんで、充電するのと結構持ち歩いてるんで3つですね、3つで、これなんか結構、これ最近ちょっと買ったんですけど、まあ容量が2万ミリアンペアアワーでしたっけ、はい、なんでこれ結構ね、本当に iPhone 10回ぐらいできる。こちらキャプテンスタックの暗号、中にコップとか入れてますね。あと一応ですけど、はい、こちらの外さんのストーブ、結構コンパクトになってて、こうやってここの部分とこれをつけてつけるタイプですね。まあ一応ガスもね、CB 缶、普通はこのぐらい、20センチぐらいのだけど、このジュニアの岩谷、これちょっと小さめので、はい、使ってます。結構この長さ、この長さが結構命取りなんで、
パッキング、この短いやつをね、ミニのやつを持ち歩いてます。で、この時期必要な蚊取り線香、はい、これ確かCD が入ってたんだよな。でこの中に蚊取り線香ライター入れて、夏限定で熊よけにも多少効果があるらしい。で革手とあとはスコップですね。で寝袋、これはアマゾンで2000円ぐらいだったんですけど、でも5月からやっぱり9月10月ぐらいまでの期間ぐらいしか薄いので使えませんね、はい、でもツーリングのキャンプするとかはそのぐらいの時期なのでこれを使ってます。でこちらおなじみのエアーマット、口で膨らますタイプですけども結構ね、コンパクトで、使えます。こちらがね風防ですね。はい、こんな感じのいつものおなじみの風防です。まあ、一応念のためこれが一応グランドシートの上に敷いてる100均のアルミのシートですね。テーブルが、これテーブルですけど、コンパクトに収納できるテーブルですね。あと照明関係ですね。これとあとこれなんか結構ね、600円ぐらいだったけどすごく明るいです。はい。で一応、まあ、モバイルバッテリーとしての機能もついてるんで、まあ、もう結構暖色なんで俺結構ね暖色の光が好きなんで、はい、これちょっと1個持って持ち歩いてますね。これはちょっとね、白っぽいんですよ、はい、でもこれ、スピーカー付きなんでね、Bluetooth で音楽も聴けるんで、これはちょっと重いんですけどバックパックの時にはこれはちょっと重いんで省いてます。スノーピークのノクターンですね。あとこれが前動画でちょっと説明した100均の100均のライトですね。ちょっと小型の外で出てる、オーディ缶、はい、ノクタン用にちょっと持ってます。で、あとはこちら、焚き火する時のまあちょっとした小物でですね、麻ひもでパッドウッドがあったり、マッチがあったりね、ファイヤースティール、あとまあその他もろもろですね、はい、焚き用のちっちゃいポーチ、モーラナイフ、はい、意外と使えます。で、ハスクバーナーの斧と、これがね、これ100均で売ってるんですけど、ダイソーのぺちゃんこ水筒、まあ、これに水を入れて、はい、現場行って、まあ水道があればね、そこからこう入れて、自分のマークで使う感じです。であとこれがまあいろいろ入っててもわけわかんないんですけど、まあちっちゃい生活雑貨、
いろいろ入ってます。うまいものが箸とか、はい、あとは一応ペグですね。スノーピークのソリッドが一応6本入れてます。メガネですね。逆に意外と目が悪いんで、はい、でこれが夜間ですね、コールマンの夜間です。で、これが、サムライのノコギリと、あと炭用のトング、あと味噌ラーメン、あとはこれちょっと自分でどっか座る時の、布ですね。あとこれがあれかな、ゴミ箱ですね。ゴミ箱コンパクトな、これ多分アマゾンでね400、500円だった気がしますね。まあこんな感じで広げて使える。これ水一応バケツにもなるんで、はい、水を汲むことも可能です。これで、全部ですね。はい、いかがだったでしょうか。これね、バイクのツーリング道具っていうのはやっぱりこの積載能力によってすごくね変わってくるものだと思いますので、まあこれのボックスに合ったね、積載能力に合った、道具、キャンプギアを今回ね、ご紹介させていただきました。結構このボックスになるとね、欲が出ていろいろ冷たくなる、そんな気分なんですけどもね、バックパックとかやる場合にはですね、まあ、こっからかなり、荷物をえりすぐってね、行くんですけども、ぜひこのバイクキャンプのね、ご参考に、少しでもなれればいいかなと思います、はい。長々とご視聴ありがとうございました。モリコンチャンネルのモリコンでした。